はい、今ですね、私どこにいるかっていうと、浜名湖にいます。浜名湖で、浜名湖のね、釣り場案内ということで、3番鉄橋、昔、この荒井町ってとこだったんですけど、今湖西市にね、合併されてるんですけど、荒井町にある砂揚げ場というところにいます。砂揚げ場ね。で、今見てるのがね、正面見てる鉄橋があちら3番鉄橋です。東から1番、2番、3番とあって、ここが3番鉄橋ですね。まあ今外向きで見てるんですけど、長い、結構ね、ここから投げるとですね、いろんなものが釣れます。ただ流れがね、早いです。特にここから50メーター以上投げる場合ですけどね、間近だったらそんな流れないんですけどね、遠く投げる場合だったら本当に20とか25、35ぐらいは必要になってきます。で、まあ今日はね、平成27年、9月の18日金曜日なんですけど、秋です。で、季節によって釣れるものが違ってくるんですけど、どういったものを釣れるかということなんですけど、まずこれ外目に投げてですね、何が釣れるかというとですね、冬であればカレイがね、結構釣れる場所として有名でございます。で、それ以外、夏とか秋とかね、春、まあ、冬なんかもそうなんです。西郷はね、結構釣れます。この間ね、まあ去年の冬に見た時にね、ルアーでやってる人で、ルアーでかなり大きな、西郷というかマダカですね、70、80センチぐらいのやつをここで釣り上げてました。まあ他にも自分自身もね、ここから投げてかなり西郷はね、30、40センチ、50センチぐらいのやつは結構釣った覚えがあるんでね、おすすめの場所でございます。他にどういったものを釣れるか、たまにマゴチも来ますし、あとはキスとかね、ハゼみたいなちっちゃいやつもね、結構いたりするんで、そんなに釣れるわけじゃないですけどね、そこら辺ですよね。あとはクロダイ、夜になったらクロダイとかキビレとかも釣れたりもします。あとはまあ他にいろんな、まあ、ヒラメがここで出た時もありますし、イシダイなんかも出たりしていますし、コショウダイとかね、あとカワハギなんかもたまに釣れたりします。で、そこ先端ありますよね、今車止まってるところ、あの辺りは、何が釣れるかって私はよくやってたんですけどね、真下にね、落として短竿なんかで落として、カサゴとかアイナメ、そういったネギョがね、釣れます。コブダイなんかもね、釣れたことあるんですけどね、カサゴ、アイナメ、ソイとかね、なんでそういったところでもおすすめでございます。なんで、まあ外向きで投げた場合、結構遠くに投げたらね、流れはあります。まあ、それは覚悟は必要です。だけど、まあこの芝 20-30m だったらそんなに流れないと思います。で、あの橋脚のあたりなんかもね、結構線が溜まったりするんでいいかもしれないですね。ただあそこ投げると結構石があってね、引っかかることが多いですけどね。で、そっち側投げると何が釣れるかっていうと、まあちっちゃい魚からね、さっき言ったキスとかハデで、カレイ、クロダイ、キビレ何個も釣れます。あっちの方が流れがないですけどね。セイゴとかするのであればこっちの方が来てるかなって感じがするんです。で、向こうに行くと浜田漁港なんですけど、あそこではクロダイ団子釣りでやってる人で、クロダイが結構上がったりします。ここ何がいいかっていうとですね、車がね、横付けできるんで、車を横付けして、まあ、こんな感じでね、すぐすることができるんで、駐車場代はまずかかりませんよね。で、横付けできるんで、まあ疲れたら車の中で休みながらとかね、冬とか寒いですよね、そういった時はすごくいいと思いますね。で、冬になると西風が強いんですけど、こっち今向いてる方向は東です。で、こっちが西、西風なんでこっちにこう吹くんで、まあ、追い風になります。なので投げるときはね、結構いいです。逆に向こう側からこっち投げるとしたら、向かい風になってしまってなかなか飛ばなかったりするんですけどね。冬は本当に風強いんでね、あんま釣りにならない時ありますけどね。あと藻が大量流れてる時あるんで、そういう時もあんまり釣りにならないかもしれない。まあ、ただね、結構いろんなものを釣れるんで、ここおすすめの場所でございます。